中年オタッキーです。今日はちょっと前の動画でもね、予告しておりましたが、開封動画一気にちょっと2つのねものをね開封してまいります。こっちはずっしり重いんですけども、こちらはね視聴者様のねミッシェル様の提供、になります。ありがとうございます。でこちらはねヤフオクで落札してまいりました、超ジャンク結構ひどいジャンクですけどもね、それ開封してまいります。それでは動画スタート。はい、それでは動画じゃあそれでは早速開封してまいりますね。まずはねミッシェルさんからいただいたやつの方から。いや今日は準備がいいっすよ。ハサミも用意して。いや何か入ってる、何か通信部が、かわいい封筒に通信部が入っております。お仕事お疲れ様です。K マウントのボディが増えたようですので、レンズを押し付けますね。お元気で。ってことで、ミッシェルさん。押し付けるって、いや、いただいてありがとうございます。K マウントのレンズという予告ですね。んで、こんな感じでね、入っております。お、これなんだ。あはは、嬉しい。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。ペンタックスのストラップね。ペンタックス。あ、これはね、これオリンパスペン系のストラップに見えますが、非常に嬉しい、これね、ストラップ不足、とにかくペンタックスのストラップってなかなかないんでね。はい、で、レンズがね、どうやら2本入っているようです。よ、標準および広角域。あ、これは広角だな、多分。よ、SMC ペンタックス M、50mm1.7、 めっちゃくちゃ綺麗、めっちゃくちゃ綺麗です。これはすごい、バリバリのバリ玉ですね。 50mmF1.7、MD ロックオールの 1.7 もね、入ってるんでね、比較しても面白そうですね。で、もう一本。似たような大きさだぞ。SMC ペンタックス 50mmF2 ですね。50mmF2 になります。ヒント合うかな？合わねえか。顔が映ると合わないんだよね。ほら、これね。こちらもバリバリのバリ玉。50ミリのね、レンズを2本いただきました。これはすごいコンディションですね。なんか遊んでおりますが。ものすごい綺麗なレンズで、どちらもね、これ早速試したいですね。K マウントのね、レンズ、55mm のね、SMC ペンタックス 55mm の F1.8 っていうのもあるんですけども、標準域のレンズが3本になったということで、これほんで、M ですからね、オートがあるんじゃないかな。あ、あれは A か。まあ、とりあえずね、スーパー A で試すか、ちょっと、そちらはどうかわからないんですが、まあ、ペンタックスの K マウントのレンズ2本いただきました。ミッシェルさん、本当にありがとうございます。いつも助かります。で、時間的にもかつ、その、次行きますよ。ヤフオク。カメラ5台ぐらい入ってると思う。5台ぐらいって、ぐらい入ってると思いますが、これはね、もうバリバリのジャンクになると思うんですけどね、結構変わったカメラがね入ってると思います。いいよ、結構これは多分使わないやつだな。多分僕はこれは使わないんだけど、もう5台セットなんでね、買わなきゃしょうがないっていうね。他に欲しいものが入ってたんで、これなんかポロポロ落ちてきますけど
ベル&ハウエルオートロード。これ多分ね、あの映写機みたいなやつだと思うんですね。なんかマークも落ちておりますが、これは多分使わないです。一応ファインダー綺麗だな。ね、使ってもいいんだけどもね、どうやって開けるのかもわかんねえや。あの激しくコストがかかるということで、なんか1本取ったら1万円ぐらいかかるっていうね話ですね。なんか小さいものがなんかポロポロ落ちてきますけど、次はこれいこうか。これは珍品ですよ。よっ、はい、これね、多分フジペット35っていうカメラになるんじゃないかな。違うかな。僕もよくわからないんですけど、別にこのカメラ欲しかったわけじゃないんですけどね。まあついてきたんでしょうがないですけどね。これ蓋の開け方もわかんねえよ。ワインド、リワインド。なんか逆に回したら緩んじゃったよ。開け方わかんないな、マジで。なんかオープンとか書いてあるけど、これか、開いた。これ一応ね、35mm フィルムを入れるトイカメラになると思うんですけどね。だから露出とかは結構適当なんじゃないか。あ、でも一応シャッタースピードあるな。バルブ25、50、100、200で、絞りもね 3.5 から22まで一応マニュアルで調整できます。フジーナ K3.5 45mm F3.5 っていうレンズがついておりますね。トイカメラの類はね、ほぼ未体験なんですけども、ね、まああのチャンスがあれば使っていこうと思います。これはなんだ。あ、これはコニカオート S ですね。これも持ってないんですけどね。コニカ EE マジックとかいろいろ持ってるんですが、状態はどうだ。あ、結構いいぞ。どうやって開けるんだ。引っ張って開けるのか。あ、引っ張って開けるのか。バルブのあるかな。あるね。 F1.9 まであるようです。あ、でも絞り動いてねえや。絞りが粘って動いてないですね。レンズは綺麗ですけど分解が必要みたいです。シャッターは一応切れますね。うん、全速シャッターは全速 OK みたいですけど、絞りが動いてないんで何らかの修理が必要です。これ最初からフードがついてるんですね。珍しいな。うん、はい、次いきますね。これなんだ。あ、これはね、もう持ってるんですけどね。これはね、持ってるんですが、いいよ。あ、結構綺麗だな。はい、オリンパスペン S になりますね。ややシャッター粘り気味。絞りは大丈夫だね。ああ、もう60分の1秒になったら切れない。これはシャッターを分解して清掃する必要があると思いますね。ファインダーも汚いな。でも一応使える、レベルだと思います。まあ分解は必要ですけど、ね、分解が必要で使えるレベルっていうのもなんだかなと思いますが、まだまだ出てくるぞ。なんだろうな、これ。今1234ですね。これはなんだ。出てきたけどまだわからない。こう針側ボロボロだな。
マミヤ35です。マミヤ35が出てきました。これね、もう前は針側がありませんね。まあ針はいいんですけどね。で、これどうやって巻き上げるんだ、なんかパラパラ落ちてくる。粘ってるな。あ、でもシャッター今バルブだったのか。あ、切れるぞ。開け方はこうか。速度はどうでしょう。絞りが今か、一応今開放だな。500分の1でこれは遅いな。使えるかどうか分かんないな。まあとりあえずマミヤ35です。多分分解が必要ですね。でこれは何だ。あ、ペトリですね。ニトリでもナトリでもないです。ペトリです。はい、結構ね、名の通ったカメラですね。ペトリ7になりますね。これいいカメラになるのかな。いいはないのか、露出系だけか。なんかいきなりあのセルフタイマーが動きましたが、動いてますね。あ、これ干潮だぞ。お、これ干潮じゃん。これは美味しい。絞りが微妙だな。こんなもんかな。レンズはね、ちょいカビです。まあ使えないこともないかなっていうぐらいかな。露出系はどうだろう。動いてんのか。動いてないっぽい。まあマニュアル撮影になるから別にどうでもいいんですけど、これも多分分解が必要になりますね。で最後に来ました。はい、最後これが、新打ちです。うわ、汚っ。汚っ。ここで開けたくないっていうぐらい汚い。汚っ。よくここまで汚くなったな。はい、アサヒペンタックスの S2 になりますね。シャッター切れてるっていう話だったんですけど、切れてないですね。まあシャッター幕がおそらくダメになってると思いますね。ああ、開きっぱなしだ。うん、2枚目が駆動しないって感じね。シャッター幕はでもいけてますね。うん、2枚目多分リボンが切れてるね、これ。まあ古いカメラですからね、分解するおもちゃにしようかな。問題はレンズなんですよ。これはね、カメラはどうでもよかったんですね。ペンタックスはレンズですからね。バリ玉です。奇跡やな、これ。奇跡のバリ玉。オートタクマ 55mmF2 です。これが欲しかったんだな。富岡工学生ですね。
これどうでもいいや。富岡高校生、もうね、これフィルターはもう曇りまくってまんで、わーダメかなと思ったらね、これすごいぞ、カビも曇りも何にもないぞ。わかります？完璧なバリ玉です。奇跡のコンディションだなこれ。うん、こんだけたくさんでね、5000円でした。で送料込みで6200円だったんですけど、まあこの辺をちょっとメンテナンスしてね、知人にでも売ろうかな、3000円ぐらいでね。いやでもオリンパスペース3000円だったら美味しいよね、稼働品がね。他はね、売れるっていうレベルのものはないんで、富岡のレンズをね、楽しみたいと思います。はい、今日の開封動画はここまで。この後の撮影はまたトラックに移ってやると思います。はい、そんなわけでトラックに戻ってきましたが、今回購入したの結構お得でしたね。送料込みで6200円とまあまあ高額だったんですけど、ほとんど稼働品だったんですね。と、そのペンタックス S2 だけはね、まともに動かなかったですけど、でもこのレンズがね、富岡がね、製造したと、言われているレンズなんですけどね。これ、まあ、確証はないんですけどもね、状況から考えたらどうも富岡製ということなんですね。ぜひね、撮ってみたいと思います。もうね、オリンパスペンスとかもね、もう普通に動くようになってますし、コニカのオート S だけが絞りがちょっと粘ってるみたいなんで、まあ、それをバラさなきゃいけないですけど、多分バラしたら動くようになると思うんでね。まあ、E が絡んでるんで、ちょっとややこしくはなりますけどね。はい、それではね、今日は作品投稿のコーナーに行きましょうか。トップバッターがね、サムライジャパンさんから2枚ですね。1枚目がね、花蝶図黄色。2枚目も同じかな？うん、同じになるんですけど、これデジタルと、フィルムなんですね。1枚目はね、カメラペンタックス K01、レンズリケノン 50mmF2、2枚目がね、コニシロクパール3、645ですね。富士プロ 160NS 仕様ということですね。で、作品なんですけど、まず1枚目から、1枚目はデジタルということで非常に解像感がある。こちらはね、ピントのピークが手前の方に来てますね。で、あのボケがね、後ろの方のボケがちょっと楕円形になってリケノンの玉ボケってこんな感じに出るんですね。知らなかったです。で2枚目なんですけどもね、こちらはね、あのアナログということで645なんですけどね、こちらはピントのピークが真ん中ぐらいに来てるんですけどもね、あのピントのピークが来てるという柔らかく改造してるのがわかります。これがやっぱデジタルとね、アナログの違いでね、645中盤カメラになってもね、やはり柔らかい改造、柔らかい改造をするんですね。これはまあ粒子がね、一個一個が丸ということで改造感が出にくいということと、あとデジタルでやっぱりね、デジタル的に解像度が上げるシステムが入っておると思われますので、こういう差になってくるんですね。中盤ということでね、フォーマットが圧倒的にでかいので画質が当然いいことはいいですね。これリバーサルで撮るとさらにいいんでしょうけど、まあ、カラーネガのね、忠実再現のプロ 160NS でもここまで鮮やかな写りになるというのはやはり、カラーネガでも十分、中盤は強いんだと思いますね。サムライジャパンさんありがとうございます。次がガメラさんの作品ですね。おたきさんこんにちは。視聴者の作品投稿させていただきます。タイトルは私服のデスクということで、使用フィルム富士スペリア400、使用機材ペンタックススーパー A50mmF1.4。 昔からフィルムカメラで写真を撮ってる昔人間だから、どうしても最後の 1,2 枚フィルムを残してしまい、結局帰宅でこのような適当写真を撮ってしまうあるあるでしたということなんですけどね。これよくわかるんですね。まあ、とりあえず作品いきますけどね、あのデスクの上にね、これ空のパトローネかな、もう全部フィルム入ってる、まあ
撮影済みってだけかもしれないですけどね。でもそんなことないか。廃盤のフィルムを含まれてるんで、やっぱ空のパトローネですね。これ適当に撮ってるんだと思いますけど、フィルムってやっぱ切れたら撮れなくなるんでね。その、1、2枚残してね、決定的瞬間を訪れるのを待つんですね。で、結局撮り切れなくて持って帰ってきて、撮り切れてないんでね、適当に撮るっていうね。本当にね、あるある、フィルム写真あるあるということですね。はい、ガメラさん、ありがとうございます。次がね、達也さんの作品ね、2枚ですね。お仕事お疲れ様です。暑い日が続くので、お体にお気をつけください。さて、最近は俺のカメラにばかり投稿していたので、久しぶりに作品投稿させていただきます。先日俺のカメラで紹介したミノルタ XD に MC6PF、58mm F1.0 の組み合わせで、コダックカラープラス 200mm で撮影しました。ひまわりが咲き始めたとフォロワーさんからの情報もらったので、滋賀道の駅愛東マーガレットステーションへ行きました。これ結構ね、偏僻なところにあるんですよね。雨が降ったり止んだりの天気でしたが、夕日が沈む頃には何とか上がってくれて撮影することができました。夏を感じる写真になったようなことだと思います。皆さんいかがでしょうか。他にも切り取りした作品がありますので、また投稿させていただきますということですね。1枚目がね、夏本番ですねということで、ね、2枚目がイケメンということですね。これ撮影機材が、XD ですね。ミノルタ PF58mm、コダックカラープラス200ということなんですけどね。作品なんですけどもね、やはりね、これ1枚目なんですけど、これ多分なんですけどね、ちょっとブレてると思うんですよね。多分なんですけど、それで解像感がない写真になってると思うんですけどね、どうしても時間帯的にちょっとシャッタースピードが遅くなる時間帯なんで、ブレたんだと思いますね。ちょっと惜しい。2枚目の方はね、若干アンダーなんです。これは雰囲気のある非常にいい写真になっておりますね。ロッコール PF ということで、かなり古いレンズになってくるんですけど、まあ、フレアがちょっと強めだったかなという気もしますが、まあ、これはこれでこの味があっていいのかなとは思いますね。はい、達也さんありがとうございます。次は、秋潤さんの作品で2枚ですね。おたけさんこんばんは。やっと A1 初一眼レフの作品が出来上がりました。カメラキャノン A1 レンズ、以前やったに出した FD3570。フィルム、1999年期限切れのフジカラーエクストラ200。20年前のフィルムなので全く期待していませんでした。作品2枚です。神々しい場所。2枚目が神様からの光ということですね。どんより曇り空でしたが、フィルム召喚のために神社へ行きましたら、素晴らしい光がということですね。1枚目から。やはりね、色はもう淡白になってしまっているというか、光はいい感じですね。結構しっかりね、描写できてるですね。20年前に期限切れのフィルムでもここまで出るんですね。これよっぽどね、保管環境が良かったんだと思いますが、通常20年前のフィルムはなかなかね、もうフィルムベースが真っ黒になっちゃってね、もうスキャンもできなくなるんですね。ただまあ色はやはり淡白ということですね。これスクエア写真になってるので、多分、インスタグラムかなんか投稿された、写真だと思いますね。秋潤さんありがとうございます。次は一都市九さんから2枚ですね。1枚目のタイトルは錆びたボルト、ね、2枚目はね、アジサイということで、カメラはどちらもニコン F80D、レンズ AF-S ニッコール 50mmF1.4G、どちらも RDP3、プロビアですね、で撮影しておりますね。で、作品なんですけどもね、これ2枚ともね、シャドウで撮ってるんですね。それでちょっと色温度上がり気味になってる。多少補正が入ってるのかね、そこまでひどくはないんですけどもね、やはりね、プロビア、リバーサルフィルムはデイライトということで、できれば太陽光が届く場所で撮影したいとこですね。リバーサルフィルムっていうのはデジタル的に考えると、ホワイトバランスがない。状況なのでね、どうしても補正のフィルターを入れるか、後でデジタル的に補正するか、ということになってくるので、できれば、自然光の太陽光が入ってほしいところではあります。本来の色が出ないんですね。はい、作品投稿のコーナー、ここまで、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日もね、俺のカメラ、2名いきますね。
1名目、一番最初は LP500S さんの投稿です。おたきさんお疲れ様です。またまた俺のカメラに投稿しました。今年手に入れたミノルチナ P ブラックを購入以降、ミノルチナ S ブラックが欲しくなり、メルカリで整備品を入手することができました。ミノルチナ S は20像で撮影が楽しみということなんですけどもね、これ僕どちらも持ってないんですけど、ブラックボディってこの時代のカメラでは結構希少になるんじゃないかな。どちらもなかなか状態がいいですね。レンズ手前の方ミノルチナ S ということ、これドッコールのね、これ 1.8 まであるのかな、ロッコールの45ミリかな、これ、1.8 というのは結構珍しいかな。 F2 というのはよく見ますけど、後ろはちょっとわからないんで、 2.8 38ミリの F2.8 かな。この辺はコンパクトカメラではよく見る画角、開放 F 値になりますね。結構ね、マニアックなカメラですが、シルバーボディじゃなくてブラックボディということで、結構な値打ち、結構高かったんじゃないかな。整備品ということでね。はい、LB500S さんありがとうございます。次はサムライジャパンさんからですね。新しいカメラではないのですが、アクセサリーを買ったのでつけてみましたということで、デミ EE17 にワルツ距離計を乗っけてみましたということでね、写真なんですけどね、これね、フラッシュターミナルにね、距離計乗っけてますけど、デミ EE17 はね、目測カメラになるんで、距離計はね、結構ありがたいものになるんじゃないかなと思いますが、もうこれ距離計というか、即距離って感じですね。軍事オタクの方はね、即距離って言ったらよくわかるんですけど、戦艦ヤマトのてっぺんについてるあれですね。戦艦ヤマトのやつはね、日本工学、現ニコンがね、作ったということで、まあ、有名なんですけどね。はい、俺のカメラのコーナー、これでおしまいですね。今日はね、やったやっちまったのコーナー、その他のコーナーはお休みになります。投稿来ておりませんので、またよろしければね、ネタがありましたら投稿お願いします。今日のね、開封動画ということになったんですけどね、結構いい買い物をしましたが、カメラが多すぎて回ってない状況なんで、果たして買う意味があるのかということなんですけどね。まあ、欲しかったから買って、欲しかったら買えと。それで首が回らなくなってるオタッキーではありますが、かなりやばいですね。予算的にかなりやばい。今月ちょっとね、かなり予算オーバーしましたんで、またね、缶ジュースをやめようかなと。このクソ暑いのに水飲んで我慢みたいな感じですかね。はい、今日の動画はここまでになります。次の動画なんですけどね、ニコン EM でね、コダック WX というね、映画用のフィルムでね、モノクロフィルムですね。で撮影した、写真が出来上がってきたんで、そちらをね紹介していこうと思います。コダック WX をね使って撮影した映画として有名なのは、なんか異端の鳥っていうね作品が結構有名みたいですけど、あまりにも内容が残虐なんでね、私もちょっと怖くて見れないんで見てないんですけどね、ちらっと予告編見た感じではかなりいい感じで映っておるんですが、果たしてスチール写真にしたらどうだったのか、そこをね、まあ現像液がね富士の SPD なんでね、どこまでその、WX の味が出せるかは分かんないですが、とりあえず次回ねそれを紹介していこうと思います。はい、今日の動画はここまで。チャンネル登録の方ね、この間のライブでねワクチンの話したらね、チャンネル登録激減しておりますが、まあ見たくない人は別に見なくていいです。もうね、これは YouTube なんでね、これがそれが普通になっていくんでね、見たくなければ見なきゃいいんですね。でね、まあチャンネル登録ね、できればね気に入った方はねチャンネル登録してお願いします。でいいねのボタン、高評価のボタンはねもうポチッと押すだけなんで、今すぐできれば押していただければと思います。コメントの方ね、だいぶ追いついてきておりますね。頑張ってね、全部返していこうと思います。見落とさない限りはね、全部返していこうと思いますんで、ぜひ何か感じたことがありましたら、コメントお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。